毎度ご視聴ありがとうございます。今回本当は別の動画を投稿するつもりでしたが、そんなこと言ってられないニュースが流れ込んできたので、今回は急遽、そのニュースをお送りします。早速ですが、本編へどうぞ。まずは概要から、今年3月千葉エリアに登場した E131系が、神奈川県の相模線、栃木県の宇都宮線と日光線の3つの線区に導入されます。それぞれ、相模線色は今年秋頃、相模線と横浜線橋本八王子間で4両編成12本、日光線色は来年春頃、日光線と宇都宮線小山黒磯間で3両編成15本が登場です。どちらも既存の205系を完全に置き換える形での導入となるため、形式区分は E131系の製造順ではなく、205系時代の500番台、600番台を名乗り運用されることになります。E131系が導入されることで何が変わるのか、直近の話をすれば、ホームドアの拡大、です。事故のリスクを減らすため完全ホームドア化を目論む横浜線ですが、末端区間に乗り入れる相模線205系の E233系とのドア位置の違いがその妨げになっていました。しかし今回の新型 E131系は、ドア規格が既存の E233系と同じになるため、これで完全ホームドア化が現実味を帯びてきます。また、既存の205系が中央線内の方向幕を持っていたことから、中央線に E131系が乗り入れる機会がないとも限りません。600番台については、比較的利用者の少ない日光線より、利用者が多く、ドア規格が同一の E231系、E233系が走る宇都宮線内でのホームドア化が進むでしょう。そして、E131系がワンマン線区のメイン形式となり、E235系が E233系、E231系に代わる首都圏の統一形式として君臨することになるでしょう。E233系は東北方面への転属が囁かれており、今後の動向に注目です。利用者が直接車両に対して感じる違いは、座席の拡大、です。資料によれば、既存の205系の座席よりも、幅が25ミリ広くなり、ゆとりが生まれます。座席での圧迫感は確実に変わってくるはずです。速報のため尺は短いですができる限り最大限の情報が提供できたかと思います。今年はまだまだ新型車両が登場するので、他社の情報も漏れなくチェックしておきましょう。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。鉄道に限らず雑学や旅番組なども取り扱っておりますので、他の動画もぜひご覧いただけると幸いです。